ただいまより、宇津流開校150年御参、第四師匠、御正統本山雄政寺記念参詣を、宇津流第二十四世公有日常上人御同士のもと、報酬いたします。以上をもちまして、冠水聖願本庄を終了いたします。本門八方の諸葛上の所存、本人家主の南平法来が今日
本邦地県湘南本山流政治御法殿において重ねて本上し立て松のところは第四州務市長神奈川静岡府教区偶像入賞発展物流開港150年法産御法公完遂の御願い元州本門物流州合わせて本日本山記念参詣者御法公者の面々新人同心新人お二人家内の面々も総督家運長中伝統に接心願満足一切無償で合格成就の御願いなおこの一路平安無事企画の御願い官能道長愛民の御言われるがまま手を合わせてお題目を唱えていただけの私は
初めて自分の意思で和題目を唱えさせていただくようになりました。今までお監禁が嫌で早くお線香終わらないかなとか、そんなことばかり考えていたのに、お監禁をあげればあげるほど楽しくて嬉しくてたまりません。本当に不思議でした。その時なぜだか本山の元旦参詣に行きたいと思い、でも年末年始家族5人で泊まりに行くにはお金がたくさん必要です。私の家は電気屋さんで、最近近くに大型店ができとても大変なので行けそうにありませんでした。ところが不思議に行けるようになったので、まあ、行けるようになって家族みんなで12月31日の土曜法要と1月1日の元旦法要にお参詣することができました。それもいよいよ試験当日が来ました。テストはできませんでした。面接でも何を質問されてどう答えたのかも覚えてないくらい緊張して、実技では自分がその場にいるのが恥ずかしいくらい他の受験生たちはとても上手に絵を描いていました。もうダメだとがっかりして帰ってきました。でも合格発表まで1週間もあるのだから諦めないで今まで以上にきちんとご祈願してお勘弁をいただこうねと励まされ、その通りにしました。結果は合格でした。今でも信じられない気持ちです。またそれまでの間にも周りの家族が私の知らないところでお勘弁をあげていてくれたことを知って感謝の気持ちでいっぱいでした。私の大好きな日めくりの細工に人の恵みに包まれて生きている、恩を感じるところに人生があるという言葉があって、幸せは感謝のことを多い人の方へ流れてきて、運は恩を深く感じる人の方へ流れていく。親、家族、社会、国、世界、宇宙、仏様に生かされているという大事なことを失わないように、そういう人に私はなりたいです。悩んでいる友達や悲しんでいる人がお寺に行って一緒にお題目を唱えして、みんなが幸せになったら嬉しいです。ありがとうございます。続きまして神奈川北京区を代表し大滝純子さん。ありがとうございます。ご新人を始めて約半世紀、その間にいただきました数々のご利益談をご披露させていただきます。近くの病院に1年くらい治療に通いましたが、一向に回復することなく、ある時先生より、あなたの目は私にはこれ以上怖くて治療することはできません、紹介状を出しますので大学病院に行ってくださいということでした。いろいろ検査をいたしました結果、告げられた病名は難病である膠原病でした。ご祈願をさせていただいて10年経っておりました。その時初めて、ご祈願をさせていただいて子供が授からなかったことがご利益だったんだということを知りました。ところが今度は7月に入り、乳がんが見つかり手術となりました。独立をしたばかりでもう仕事はダメだと諦めておりましたが、入院中は会社の方で面倒を見てくださり、また術後の回復が早く、入院をしてから20日で退院をし、もう翌日からは車を飛ばして仕事に復帰することができました。その後母の階段をご修復させていただきまして、7月19日ご修復のお礼と母が眼臭である京高校の石州をさせていただきました。お香が終わりまして病院に行き、母に無事にお香が終わったことを報告しますと、母はそうありがとうって言っておりましたが、お香が終わるのを待っていたように、それから5時間後に静かに帰着いたしました。それからは母のご信心をしっかりと本当相続させていただきまして、また現在は体の方も落ち着いており、教区長のご報告をいただきまして、教区の皆様と一緒にご報告に気晴らさせていただいております。ありがとうございました。続きまして神奈川府教区を代表し新倉博さん。ありがとうございます。新倉でございます。
私というテーマで私の体験をお話しさせていただきます。平成元年10月の人間ドックの折、検査終了の面接時から気にちょっと気になるものがあるので精密検査を受けてくださいという話をされました。でもう一度は病院に来てくださいという話になりまして、再度病院に行きましたが、しばらくはどうということもないけれども将来的には切除した方がよろしいんじゃないかというお話でした。手術の日程も決まりましたので、家内が当時所属しておりました西洋寺の御堂氏富山西洋商人にお話をいたしました。御堂氏からそれでは早速ご助言をいたしましょうというお話をいただき、担当のお弁護さんの古木聖子氏にお話をされ、早速ご助言をしていただきました。そしてご助言をしていただいたとき、弁護長からも大変良いお関心をお上げすることができたので、新倉さん大丈夫よとお話があったそうです。今病気のことを振り返ってみますと、ご主人をいただき、またお看護さんをいただき、大きな励みになったこと、まだ体力が完全でない私を家内が鉄用心を持って本山三景に揃ってくれたこと、その本山三景で経済国民の西条商人に声をかけていただき、大きな力を与えていただいたこと、本当に対しこれ改めて心より御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。以上をもちまして会見談発表を終了いたします。続きまして第四市長市長長前島日曜同士よりご挨拶を申し上げます。皆様ありがとうございます。ただいま紹介をいただきました第四市長市長市長長前島日曜で、本日は本門物流使用による第四市長御称と本南記念三景の一座にお参加けありがとうございました。この度ご交友商人におかれましては、ご公務ご判断の中、私ども第四市長のため特別にお出ましいただき、ご称とお賜りありがとうございました。市長強行を代表してご連絡しない静岡府教区玉川府教区人事業界のご住職教務員事務局の方々、本日も旦さんの取りまとめ印刷等の応募ありがとうございました。無事にご祈願ご帰宅されますようご祈念申し上げて卒業ながらご礼のご挨拶いたします。ありがとうございました。ご公有承認よりご訓示を頂戴いたします。ありがとうございます。物流開港150年の正念を迎え、本日ここに御称と本山記念三景が奉収されますことに随記いたします。この度の大山部方向は平成15年より始まり、大山直主導のもと全国住職決起大会をはじめ、本山奉仕住職担任の部、青少年リーダー研修会等により意識高揚がなされ、それをもとに各寺院の大山部方向の推進を求めてきたところであります。申すまでもなく、
物流開港150年の意図するところは、ひとえに信用全般にわたる改良を断行することにあります。ここは愚通の道場である以上、お香に参詣することで愚通意欲が促進されなければなりません。狂気や育成、また原子力利益を目に見える形で表す信用も充実したお香から育てられるものであります。本日の本山記念参詣を機に、参詣者ご一同のさらなる信用増進、骨董相続を記念いたしまして訓示といたします。平成17年10月23日物流第24施設購入事業、ありがとうございました。ただいまより奥州御曹司のご訪問を聴問させていただきます。本門八本書院上本業書店本人下手の南部教連携
仕打ちをしてきます、この姿勢を正すこと、それから呼吸を、まあ、深呼吸をすること、それとお香水をいただくこと、これは世間でも言われる健康法の一つでございます。ですからお換気をさせていただくと一人で健康になります。しっかりの題目を唱えをさせていただく、良いお換気をさせていただきますと、心の中が南無妙法蓮華経の声でいっぱいになります。つまり余念のない心全体が南無妙法蓮華経になります。自分が即お題目になる、本当にありがたいことはありません。このようになるお勘金は良いお勘金ということでございます、どうか、今日のお参詣を機に新人改良、苦笑の改良で、お祈りをいただきたいと思います。ご教官に余念なく妙法御地を唱えれば、上手の願い中に成就、本門八本書店上用書店本人家島の妙法蓮華経祈念参詣を終了いたします。